次の曲はジョンカラ女節を歌います。聴いてください。ありがとうございました。
ありがとうございます。これで1部は終わりになってしまうんですけど、2部が9時からあると思うので、時間がある方は来てください。あと告知なんですけど、明日弁天町の歌姫ライブっていうのに出させていただきます。その次の1日は一番星のなる木のあたりっていうのに出るんですけど、今日チケットとフライヤーを忘れずに持ってきたので、また2部まで時間があるので、喋りに来てくださったら渡すので来てください。はい、ありがとうございました。